とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はですね、コマンドメダルのおすすめのスキルを一つ紹介します。コマンドメダルはまあ皆さん装備してると思うんだけど、あのね、スキルって別にそんな気にしてなくないですか？俺もそんなにね、気にしてなかったんだけど、このスキルは一つ入れておいた方がいい。そのスキルっていうのが、これです。気功。気功はね、むちゃくちゃいい。スキルの効果としては、クリティカル攻撃した時、ダメージの 10% 分の HP が回復する。なのよ。で、これが、この必殺技で攻撃した時じゃなくって、まあ、常に、この気候のスキルっていうのは乗るんですよ。例えば、普通の攻撃をした時に、通常攻撃ね。それでクリティカルが出ても、HP が回復する。これがね、かなり使えるから。まあ、とりあえず、行きましょう。最近ね、夜の学校、ずっとやってる。4、5時間ずっとやってるからね。行きます。はい、では行きます。ほんとね、1日4、5時間やるからね。夜の学校を。もう絶対欲しいやつがあって、それをね、ちょっと入手しようと頑張ってるところなんだけど、まあ出ないのよ。マジで出ない。ほんとに、悔しいぐらいに出ない。まあそれ入手した時ね、また動画にするから、その時はね、またチェックしてくださいね。はい。で、これで、ね、通常攻撃を入れても、クリティカルが出るとほら、HP が回復してんのわかる？わかるかな？あ、今は回復してないけど、2回目ぐらい攻撃した時に、HP が回復したのよね。ちょっと雑魚戦ではわかりづらいかな。ボスと戦う時がね、結構わかりやすかったんだけど、まあ、とりあえず、必殺技で今クリティカル出たね。するととんでもない回復したっしょ。はい。ムチムチムチでもクリティカルが出ると回復。気候がついてない王者のブローでクリティカルが出ても回復。これいかついよね。こんな回復するって。もうヒーラーいらずだもん。ヒーラーいらず。なので、それ気づいてから俺もうね、気候は必ず入れるようにしてる。気候は絶対入れる。もうこれ入れてるだけで、まず死なない。特に野づちか。野づちかは特に死なない。もう無敵なのよ。食らったとしても、王者のブローで一撃入れれば、回復しちゃうので、むちゃくちゃ強い。ちょっと通常攻撃いくよ。ほら。途中で回復したの分かった？回復するのよ。はい。ということで、まあ、ボス行ってみようか。サクッと行こう。んじゃ、ボスですね。行こうか。何が出るかな。まあ、ほんとここのボスでね、ゴルゴーンが出てくれれば嬉しいのよ。欲しいメダルがあいつから出るから、ナイトメアレディか。しょうがないね。こればっかりは運だからさ、4分の1。ちょっともう、なんだろう。ボスを選べたらよかったのに。で、回復してるのわかる？クリティカルが出ると、がっつり回復してる。んだよね。で、これが本当に役立つ。通常攻撃でもほら、200とか回復してるでしょ。10% 回復する。めちゃくちゃ使える、本当に。よし。ちょっとこれ。ここで行く。ここで。よっしゃ、攻撃力。最大まで上がったけども、ダメだ。これは使うこともなく、切れちゃうね。切れちゃうわ。はいし。なんか使わせてよ。あー、ミスった。よし、オッケー。継続した。継続したよ。よし、継続。いきます。よっしゃ。ほら、8000とかめちゃ回復するでしょ。あ、
これ飯食っとけば最大火力できたか。うん、ちょっと飯食ってからちょっと最大火力でいきますね。次、よっしゃ、よっしゃ、最高のやつを見せてあげましょう。あー、いいか、次、いや、行こう行こう、行ける、オッケー、行きましょう。あーあー、救急救は出なかったけども、めちゃ回復するっしょ。これでね、ほぼほぼ死なない。本当にね、瀕死のダメージ受けても一発で全回復するから。はい、ということで今日はですね、スキル気候がめちゃくちゃいいよっていうのをやりました。すっげえ回復するでしょ。これね、レベルが上がって攻撃力が上がるにつれて効果がね、もうはっきりとわかる。この効果はすごい。うん、めちゃくちゃいいよ。まあ、特にアタッカーとね、相性がいい。コマくんとかとは、そこまで相性良くないかな。ダメージ与えても2万ぐらいなので、まあ、2000回復すればいいんだけどね。でもまあ、他のキャラクターで軽く5、6万与えれば、まあ、マックスまで回復できるので、まあ、気候をね、入手したら、ちょっと積極的に入れるようにしてみるといいと思うよ。やってみてください。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。